ルンタミ日記。はい、今日は世界人生2回目の世界一周のルンタミ日記の20日目を海ちゃんとお話したいと思います。パチ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 、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあちょっと写真を見せます。はい、この日はですね、アフリカのボツワナから、フィジーに行く途中のタイですね、タイで一泊するっていうので行ってきました。はい、じゃあマスク、マスクしてんねん。そう、なんかこれはなんか、まあ、前回の1回目の世界一周の時もタイに寄ったんやけど、その時もなんかこれの写真撮ったなと思って。オルダの無駄遣い。何の無駄遣い？オルダの無駄遣い。フォルダ？うん、写真フォルダ。なんでやねん。マスクしてましたね。はい。はい、で、これが、これが、なんか、美味しかったん、これ。美味しかったんや。美味しかったんや。うん。あ、で、これあれやな、帰りやな。タイで、バンコクで一泊して、次の日に、飛行機乗りに行った時の写真だから、これは、まあ、またビジネスクラスで、次はオーストラリアに行くから、それに、乗る手前というか、チェックインカウンターでチェックインして、入国じゃない、出国か。タイからの出国審査して、で、飛行機に乗る前に、なんかビジネスクラスの人とかが行ける、なんだっけ、ラウンジ、うんうん、に行った時に、これなんかちゃんと作ってくれるやつやね。見た目そんな、なんかめっちゃ美味しそうには見えへんけど、美味しかったんや。これ美味しい、これ美味しい。カオマンガイっていう。あー、知ってるわ。知ってる？うん、知ってる。これすごい好きで、そう、めっちゃ美味しかった。で、なんかこう、実際に作ってくれるやつ、カオマンガイともう一個の種類があって、で、カオマンガイがあまりに美味しかったから、もう一回カオマンガイを、なんかおかわりしに行ったけど、なぜかそのおばちゃん違うやつをくれて、もう知らないなと思って違うやつ食べた。違うやつは美味しかった？違うやつはまあまあ美味しかった。でもこのカオマンガイが最高に美味しかったですね。おかわりできるんやな。おかわりもできます。へえ。右側のやつはいろいろ置いてあるやつのこう自分で取るみたいなやつ。あ、ビュッフェ。ビュッフェ、うん、ビュッフェも無料です。うん、あとなんかスープ飲んでるね。ご飯困らへん、ね、なんかこれ怪しげなジュースだね。青汁やん。青汁みたいだね。あ、これが2回目行った時これあったんや。なんかまあ美味しかったかもしれん、忘れちゃった。うん。なんかワンタンみたいね。美味しそう、普通に。うん、いや美味しかったと思うけど、カオマンガイが本当に感動も美味しかった。うん、このパンも美味しかった。はい、まあ、この日これだけなんやね。やばいやん、写真が。だってもう移動しかなかったから。え、その日に着いて出発した感じ？え、うん、タイに前の日に着いて一泊して、で次の日にまた出発みたいな。あ、でもずっと飛行機乗ってたんや。飛行機乗ってた。だからその飛行機の写真とか別にね、撮ったらいいの。撮ってへんやなと思って。疲れてた？え？あ、あった？あれ？あ、違う、出てきた。あ、違う。これ、あ、違う。私ビジネスクラスじゃなかったんや。わお。なんかビジネスクラスじゃないけど、ラウンジに行きたくって。うん。それで私はプライオリティパスっていう、別にビジネスクラス乗ってなくてもプライオリティパスを持ってたら、こういうのに行けるっていうのがあって、
それを使って行ったんや。何そプやラそオや。リだからティ次もの、ほから、ごす。飯がさ、急に変わったやろ。なんかビジネスクラスの時と。そう、こうやっ美味して、そうトやレけーどナーな。みたいな、多分。なんか、ビジネスクラスで世界一周だけど、なんかちょいちょいっていうか、最後の方、タイからオーストラリアと、オーストラリアから日本はもうビジネスクラスがもう取れへんって言われて、待ってたんかな。埋まってて、それでもうエコノミーにしたらもう仕方ないと思なんかこっちの方がなんか馴染みがあって安心する感じの。って。馴染みがある。まあ、エコノミーでもワインを飲んでるっていう。きやな、ワイン。赤ワインを飲んでますね。美味しそうよね、これ。美味しそう、普通にめっちゃ美味しそ普通に美味しそうよね。う。このチーズいいよね。あ、これチーズなんや。何か分からへん、上の3つは。チーズやろ、これ。チーズって書いチーズって書いてあるわ。その横はからしみたい。からし。てある。はい。はい、終わりです。移動日。ないですが。はい。せっかくなので、なんか、海ちゃんにインタビューしよう。はい。今日の質どう問。でしたか？今日のルンタビ日記のお話はどうでしたか？なんかそういう移動日の時って仕事とかしてんのかなと思って。移動日の時は結構仕事はする。だって飛行機の中でもできんの？飛行機の中？中はできひんか。飛行機の中は、なんかね、今回の世界一周はあんまりなんか仕事モードにならなくて、なんか結構今までやったら飛行機乗ったらすっごいやたらと頭が冴えて、なんか仕事しまくっててんけど、なんか今回ずっとなんかのんびりリラックスみたいな、映画見たりとかしてた。ねえ、見れるんや。で、空港では仕事してみたいな。空港でも仕事する時もあった。そうだね。でもなんかいつ仕事してたやろな。 なんかみんな多分思うよね、世界一周しててさ、その1ヶ月もさ、仕事どうしてんのってめっちゃ言われるけど、どっかのタイミングで。どっかのタイミングでやってるんだと思う、だと思うっていう。どこでやってんやろ。だからこの間ちょっと話したかもしれへんけど、まあ、タイはなんか仕事しようって思ってたから、タイの日に仕事っていうか、まあ、私の仕事はもやもや探検コーチングだから、もやもや探検のクライアントさんって、私の、カレンダーをメールで送って、でそれで私が空いてるところがこう予約できるようになってて、それをピッて押したら勝手にこう自動的にもう予約みたいなになるやんか。だからそれって私の Google のカレンダーと連動してて、ここは予約入れたくないなと思ったら、なんかもう自分で予定ありとか、なんか遊ぶとか書いてあったりとか、予備とか で、ご飯とかね。ご飯とかもちゃんと確保ごできる飯ようとにしか、なんか睡眠とか。て。今回結構寝てる、なんていうの、その現地の夜中になんかコーチングの予約入ったら、ちょっとね、体調悪くなったりしたら嫌だなって思ったから、なんかもう夜、その国の夜の時間は、だいたいまあ10時か11時から朝の6時とか7時とか分からへんけど、その時によるけど、まあ予約入らないように睡眠って入れてた。それ計算が結構あれやね。うん？
計算しなあかんね、逆そう、算計し算がややこしいと思ったけど、今回学んだことは、なんか Google のカレンダーは、設定のところで国を変えられんねん。ます。だから日本にいる時でも、どこどこの国ってやって、一応なんか12時から6時は必須と思って、なんかブロックして、でそうやってやってから、もう一回日本のに戻して、なんかそれがこう日本のゴールデンタイムというかさ、みんなが予約したい夜の8時とか9時とかにさ、なんかかぶってるかかぶってないかとか確認したりとかして、かぶってたらちょっとこう睡眠時間ずらしたりとかして、でもだから国によっては結構夜の10時まではブロック、日本の夜10時までブロックで、なんかいつもだったら夜の10時とかは、日本の夜の10時とかは予約できひんようになってるけど、なんかどこどこの国にいる間は10時も OK みたいな のもありました。なるほど。逆にすごい人も出てくるかも、そうしたら。あ、そうなの。そうだから初めちょっとなんかわけわからんって思ったけど、その Google の機能を見つけてからめちゃくちゃ楽になりました。そしたら分かりやすいね。そしたらわかりやすい。あとはなんかこの日一日もしかしてなんか現地ツアーに行くかもとか、この日野生動物さんに会いに行くから昼間ちょっと予約入るとまずいかもとかいうのをなんか予想して、ちょっと一日こうブロックしておいてみたり、でも直前でなんかブロックしてたの外したりとか いろいろやってる。私のその予約のカレンダーは1週間分しかみんな見れないようになってて、とりあえずこの今後1週間を考えて、なんかそのみんなに見れる範囲になるまでにどうするか大体決めるみたいな。この日は1日入れないとか。何日前とかかに1週間バーって張り出されるみたいな感じ。1日経つごとになんか1日みんなが見える日が増えていくみたいああ、更な。新さでれてもそもそもあんまりなんかね、めっちゃクライアントさん多いわけじゃないから、そんな、なんていうの、大量に1日何十人とかそういう感じではやってないので、あとはまあね、ルーンプロダクション所属のモヤモヤ探検コーチの皆さんが私の代わりにやってくれたりもするから、その辺はなんか楽だなぁと思います。はい、なるほど。いい質問ありがとうございます。パチパチパバイバイ。チ。はい え、今のその予約のやつとかって、海ちゃんにそういえば話したことなかったかもしれへんけど、今の話聞いてどうでした？今の話？いや、なんかでも、ちょくちょくなんかご飯のところは、なんか、ちゃんと入らんようにしてるとかは言ってた。あ、言ってで、たっけ？で、なんか前、その国のやつ逆算しなあかんから、それが大変やから付き合ってって計算するの言われてたけど、いや、ちょっと嫌やっつって。今日行ったからどうなったかなと思う あ、気かにら、なったのね。ちゃんとそうやっててよかったと思って安心しました。そうなんだよ。それが初め本当にモヤモヤした。あとはなんか結構今でもやりがちやけど、飛行機取ったらその G メールと連動してるから、なんか飛行機の予約した時間ちゃんとこう予約なんていう入ブロッらクんようしにてしくてれる。んねん すごい賢いねんけど、その飛行機のその出発の時間から到着の時間までしかやってくれへんから、ああ、その前後だがちょっとね。から結構なんか到着して5分後とかに なんか予約が入っちゃったりとかたまにあって、まあだそういうから空時は、港で今日やってますみたいなといやか、なんか電だから車のホームでとか、なんか知らんけど。だから空港で本当にもう出国する前にやったりとかはあった、今回。そういえば出国じゃないわ、入国か、入国審査する前にちょっととりあえずやりますみたいな座って。
座って、その辺で座って。そういうのが嫌な人はもうちょっと前後で幅取った方がいいかもしれああ、そうだね。だから、そう、ちょっと、あんまりなんか、遅れることもよくあるからさ。ません。だから、そういう場合は一応なんか、ちょっとギリギリやから15分一応遅らせてもらってもいいみたいな、そういう調整はするかな。そうやってやっても結局多分ね、遅れたりとかしてギリギリになって、入国にすごい時間かかるところもあるから、列に並んだらもうあかんなと思って。だからその辺でやったりとか。安全圏で。もうあります。はい。バチバチ。パチパチ。はい。なんかすしゃべごい。ることなんで、パチパチパあチ。りあがとうございます。りがとうございます。なぜ心理学を学ばなくても、モヤモヤに隠れた宝を見つけるだけで、会社に縛られずに100%人生を遊び尽くせるのか。時間と人と場所に縛られない秘密、3ステップ今だけ限定無料公開中です。下の概要欄の URL からメルマガ登録をして、ぜひプレゼントを受け取ってください。では今日も見ていただきありがとうございました。もやもや探検家ルンでした。